自分ではない何者かになる。そんな夢を見たことがあるだろうか。その夢の中で私は考える。これは自分なのか、自分ではないのか。夢が現実なのか、現実が夢なのか。バルドゥークの冒険を通して私がたどり着いた答えは、ひどく単純だ。どちらでもいいではないか。どちらが真実なのか、ではない。どちらも真実なのだ。魔の境界が最も曖昧になる世界の狭間、そしてそなたたちの戦場だ。集えモンストルムたちよ、この忌まわしき夜の宴に。白猫来てるよ。ああタカいるぜ。今日は何か面白いことないのか。人形ここに。猛牛準備できてるわ。廃墟者、ご託はいいから始めよう。そして赤の王、そなたが6人目だ。